もとんねちゃんです。さて本日はですね、私が持っているアクセサリーをすべてお見せしたいと思います。それではレッツラーアクセサリー。はい、ってことですね、前回多分アクセサリー紹介したのがかなり前で、で私もう一回動画を見直してみたらもうね全然まともに紹介してなかったので、今回はねまあいろいろ私のアクセサリーを詳しくお見せしたいと思いますけど、私のアクセサリーって基本的にハンドメイドのものも多いので、まあね売ってないものもあるんですけど、まあ一応こんな感じのアクセサリーがすごく好きで集めてますってのをお見せしたいと思います。はい、ってことですね、ちょっといつもとね違う角度でお見せしてるのですが、これがね私がアクセサリーを収納しているものです。こっちやった。じゃあまずはですねこちら、これがねピアスです。こんな感じでもうね結構乱雑じゃないけどに入れてます。私はじゃあまず一つ目はこちら、こんな感じでねお花に石がついてるピアスなんですけど、これはハンドメイドのもので、大阪の茶屋町にあるすごいねハンドメイドを扱っているお店があるんですけど、そこで買いました。これもこんな感じでねすごく可愛いよ。これはねシルバーのリングとか時計をつけるときにつけてます。こんな感じのねお花のフープピアスです。これはね一つ一つほんと手作りで、インスタグラマーさんが作られているハンドメイドのピアスで、これはすごく気に入ってます。はい、あとはこの辺、これはね前購入品でも見せたお花のやつですね。これとかあとこんな感じでなんかねスズランみたいになってて、こうねここは取り外しにできるんですけど、これは大阪のルクワイーレの2階でよくねハンドメイドのピアスとかが売ってるんですけど、そこで買いました。私は結構ルクワイーレのハンドメイドのところで買ったりするので、よかったら大阪の人はチェックしてみてください。あ、これは1回紹介したことあるかも。ちょっとフリンジがすごいことになってるけど、これねラティスで買いました。こんな感じのフリンジの別行のやつですね。こういうのはラティスで結構買います。これもラティス、この間紹介した、あ、こんな感じのぐるりーんってなってる感じのピアスです。あとこういうねボタンピアスかな、あとはこんな感じ。私はねこんな感じのもうヴィンテージボタンピアスみたいなのがめっちゃ好きで、これがグレールで、これが、いやこれがディーホリックです。でこれが茶屋町、大阪の茶屋町にあるハンドメイドのお店で買ったピアスです。結構どれも使ってて、割とワンピースとか今日みたいなこういうのとかにつけてることが多いです。これね、これはね最近つけてないけど、こんな感じのシャンシャンになるんよね。ここにちっちゃいパールがついてるお花のピアスです。これはミーパーセントというところで買いました。これめっちゃ可愛い。これも夏かな、基本的に華奢なやつは結構春夏が多いです。これはその辺の雑貨屋さんで買ったおもちゃみたいなピアスとね、ちょっとバッとなるんですが、この辺は全ていただき物です。友達とかもらったやつ、まずこれはめっちゃ最近もらった、さっきのパールのやつに似てるんですけど、ちょっとねフープ型にこんな感じでなってて、これはね友達が韓国のお土産で買ってきてくれました。これは一番最近のピアスかな、一番新しいピアスです。こんな感じのね、ここにハートがついてて、こんな別光の輪っかが2つついてるピアスです。これめっちゃ可愛いよね。はい、こんな感じです。これはね結構ピンク系の服着てる時につけることが多いかな。これもハンドメイドみたいでめっちゃ可愛いです。で最後がねこれがすごい気に入ってる、これは古着屋さんで買ったピアスなんやけど、ピントが合わない、お馬さんポニーみたいに乗ってるピアスなんですけど、これもねめっちゃ気に入ってます。可愛いです。はい、これがですね私のピアスです。最近の結構よくつけてるものたちです。割とこの中からランダムに最近はつけてます。まあ他にもねピアスの箱あるんですけど、最近のまあ
だいたい主につけるピアスはこんな感じです。じゃあお次はリング紹介していきます。リングはこの2つに入れてます。こっちがラティスで、こっちがこれ妹がくれたやつです。でこっちのシルバーの方にはパカッと開けるとゴールドのリングを入れてます。よいしょ。リングはね、最近は結構太めのものを集めてます。まずこれがこんな感じでハートになってます。これはね、もう結構大学生の頃からつけてます。オープンハートリングです。これがこんな感じで結構ダイヤになってて、これはね母に買ってもらいました。こんな感じ。あとはこれ最近よくつけてるリングです。これはねラティスで買いました。ラティスで買ったのも、あ、これもラティス。こんな感じのこれね、パールのリングなんですけど、これはねラティスで買いました。最近結構リングラティス多いかもしれないです。あと石系で言ったらこの辺かな。この辺ね、これもこっちはルクアのそのイーレてか、これ両方ともそのルクアイーレの2階のこうね、石がめっちゃ置いてあるとこって、これ一つ多分2000円ぐらいかな。これは自分で買って、これは友達にもらいました。これはねちょっとお高めで、またちょっと概要欄載しときます。こんな感じでパールのリングでめっちゃ気に入ってます。石のリングなんめっちゃ好きなんで、こんな感じですね。でこの辺がこれもかが、これがね島村のリングセットについてたやつです。めっちゃシンプルなリング。あとこれはね、もうこれが一番長いかも。このめっちゃシンプルなんやけど、ちょっとボコボコってなってて、これはミンネで買いました。多分1000円ぐらいかな。はい、これがねゴールドのリングです。じゃあねお次はシルバーです。シルバーはこうパカッと開けるとこんな感じで入ってます。まずこれですね、このねブルガリのリング、これは母からもらいました。もう母が使わないってことで、こんな感じの太いブルガリのリングです。でこれとと、これかなと、あ、これか。これも大阪の茶屋町で買いました。バラのリングと、あとなんか太いこういう感じのリングで、薬指に入ってるちょっとなんかくるんと紐をくくったような感じになってるリングです。あとこれは全部もうね島村のやつです。ゴールドのセットになってたんで、こんな感じでこれはね結構使ってます。島村のリングめっちゃ良くて、指のサイズもいっぱいあるから選べるし、普通に可愛いよね。こういううねうねとかも結構つけてます。そうや、リングのなんかつけ方というか、どこの指につけることが多いんですかって聞かれるんですけど、私はだいたい太いのは真ん中につけてます。で太いのを例えば、まあ、こんな感じでねつけたら、横には細いのをつけてます。あんまり太い太いでつけることはないです。私はだいたい右手の中指人差し指か左手の人差し指中指にどっちかつけたら、もう片っぽはこんな感じで一つしかつけないって感じですね。だいたいこういう組み合わせが多いです。人差し指、中指、中指って組み合わせが多いです。別になんか意味とかはなくて、ただ自分がこうつけてて好きな指につけてることが多いです。あんまこの辺のリングは逆にないかもしれないです。さ、最後はこちらのマグカップに入っている時計を紹介したいと思います。時計はですね、実はねこのミュウミュウの箱に入れたんですけど、最近これ誕生日プレゼントにいただいたので、これのね中にこんな感じ入れてます。時計少ないからすごい飾ってても可愛いなと思って、この中に収納してます。基本的につけてるのがこの3つです。この2つはクラス14っていうブランドの時計のシルバーとゴールドです。だいたいゴールドのリングとかピアつけてる時はこっちで、シルバーの時はこっちって使い分けてます。こっちはねカジュアルな服が多いかな。でも色味合わせるために、例えば今日みたいなこんな黒白やとこれをつけちゃうと、まあ可愛いっちゃ可愛いんですけど、ちょっと目立つかなって私的には思うので、今日みたいな服の時はこっちをつけてることの方が多いです。まあ基本的には服に合わせてやっぱ選びますね。で服に合わせて選ぶで一番楽なのがこの
グッチのチェンジできるやつです。これ結構有名ですよね。古着屋さんとかでも売ってるんかな。ここがね、ちょっと今手元にないんであれですけど、ここが色が変えれるやつですね。すごいよね。これは私実はね、母にもらったんやけど、すごいね、今めっちゃ流行ってるって聞いてびっくりしました。これ結構前に私はね、お母さんにもらったので、すごいありがたいですね。で、こっちの2つですね。これも最近母にもらいました。で、こっちは普通にカシオの時計です。これは就活の時につけてました。就活生の方はこれはおすすめじゃないでしょうか。まあ、今から就活するって方も、私はね、このカシオのゴールドの時計を買いました。はい、ということですね、ざっと紹介したんですけど、これが私の持っているアクセサリーでした。いかがだったでしょうか。最近よく買うのはやっぱりラピスが多いかなって思います。まあ、大体こんな感じのいつもアクセサリー選ぶので、またね、購入品とかでもアクセ買ったら皆様と一緒にシェアしていきたいと思います。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、ウェアもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。